23受章は日本のテレビ番組。ネットテレビ及び更新のテレビ朝日が昭和中期に放映した。深夜のアダルト向け娯楽ショーを標榜し、同様のコンセプトの裏番組、午後11時としのぎを削ったが、ネット局内部から低俗番組との批判を受け、番組のネットを停止され、放送業界に波紋を呼んだ。 過激な色気を売り物とする生放送のスタジオ企画を中心としたが、政治問題などの硬派な話題も扱っていたほか、番組初期に毎日放送が制作を担当していた、金曜日は、もっぱら情報演言を紹介していた。1973年に第一次オイルショックの影響で、民放キー局が深夜放送の自粛を決めたため、同年12月31日、番組は、 一旦打ち切られる。その後数年間別の番組を放映した後、1977年10月に再開。1979年9月まで放送され、ミッドナイトショー、トゥナイトに引き継がれた。すべて JST 関西地区のテレビ朝日系ネット局は、朝日放送に変更されていたが、放送されなかった。他制作局のネットでは、 放送でヌードを披露することを条件に、フラワーメグを初代のカバーガールに起用。同局制作文の第1回で実際にメグのヌード映像を放送した。日本のテレビ番組初の試みであったが、現在では放送できないほど過激な映像だったことが、わざわいして、放送直後に視聴者からの抗議が殺到。結局、メグは、 当初の予定より早い降板を余儀なくされた。番組の木曜日担当プロデューサーだった高田修作は放送中に以下のハプニングがあったことを告白している。1期目の放送開始後、ネットテレビ系列の関西地方のネット局で金曜日に限り同番組を制作していた毎日、放送が番組が定続だとして同番組のネット打ち切りを表明した。 番組内容の低俗さを理由として放送番組のやりとりを停止したのは日本の放送史上初のことであった。当時の社長、高橋晋三が東京から発信される金曜日以外の放送内容に不適切な表現や未成年者に見せてはいけない過激すぎる、または不快感を与える箇所が多いとし、卑猥な映像を MBS で放映することを嫌って、 ネットのネット受けを拒否する意向を示したという。後に、当時の常務、吉村博士が衆議院停止委員会放送に関する省委員会における参考人質疑で明らかにしたところによると、高橋の態度には内容について、やはりそこに人権の尊重ということと、それから番組の日々ということを考えなくちゃいけない、高年齢者の十一時代を静かな時間として、 楽しみたいという人も対象にしたいという考えが根底にあったという。また、お笑い路線を基調としたい MBS 側と午後11時に対抗してお色気路線を維持したいネット側との対立も根深かったという。この番組が番組販売扱いでネットスポンサーがついていなかったという事情も迅速な打ち切り決定を容易にした。 MBS は1971年12月31日放送の勝ツラ将軍へ演会を最後にネットを打ち切り制作からも撤退した。なお、近畿地方では1972年10月から3テレビと近畿放送に販売する形でマイクロネットが開始された。本番組の第1期と第2期の間にスタジオ23、ザ23、 プレイタイム23が放送された。関西地区では本番組の第1期末期からの引き続きという形で3テレビと近畿放送で放送され、1975年10月に朝日放送に移行したが短期間で打ち切られた。ありがとうございます。